篠田優のボートレース江戸川ミニスカ営業部、イエーイ。たくさん、ね、来てくださってありがとうございます。はい、じゃあ、まあ自己紹介からしますね、はい。ボートレース初心者のはたちゃんことはたぬいです。よろしくお願いします。はい、ボートレース大好き、ドガー大好き、モレ女優の篠田優です。イエーイ。とうとう、はい、始まるね、はたちゃん。始まる ねでもね、うん、始まるんだけど、うん、なんでこの OL の格好でここにいるの、うんうん、なんで OL なの。ということは、ということは撮影、撮影。何を勘違いしてるんですか、2人とも。あ、ディレクターの健太なんですけど、ここで2人が呼ばれた理由は1つしかないんですよ。はい、ボートレース江戸川を2人で盛り上げてほしいと。盛り上げる、盛り上げる。今日からボートレース江戸川ミニスカ営業部として活動してもらって、はい、ボートレース初心者のはたちゃんは初心者目線で、はい、ボートレースをやったことない人たちにボートレースをしてみたいなと思わせるような盛り上げ方をしてもらって、これ女優のゆうちゃんは中級者、はい、上級者が見ててなるほどなと思えるような盛り上げ方をしてほしいんですよ。このミニスカ営業部が存続することができるので、皆さん高評価の方をお願いしますと。高評価、高評価。寒くて口が回んないですよ。私はもう寒いですよ。でも雪降りそうじゃないですか。ね、降りそう、ね、寒くて降りそう、ね、2人勝負なんで、負けた方には罰ゲームが。罰ゲーム、待って、え、待って、ちょっと私、初心者だから完全に不利じゃない。何ですか、なんか卑猥なんですけど、頭が頭がつるりんこ。ボートレース江戸川のスーパーエリート社員マッスルです。マッスル、マッスルです。すごいつるつる。本当にこの人大丈夫ですか。任せてください。大丈夫だね。よく言われます。大丈夫さんですか。彼は大丈夫さんじゃありません。はい、違う、大丈夫ではないです。ボートレースに知識があるんだよ。お二人のなんかね、助けになると思うんだよ。何でも教えます。ちょっとお願いマッスル、お願いマッスル、お願いマッスル、教えてマッスル、マッスル、マッスル。かっこいい。うわ、ベタベタしてる。はたちゃんはまだレースを見たことがないですよね。そうなんですよ。まだ見たことない、生で見たことなくて、うん、生でボートレース見たい。いや、生がいいよね。ね、でも生がいいから。やっぱ生でさ見ると全く違うから、うん、生大好き。生、やっぱ生でしょ。はい、2人が生って生々しいっすよ。生々しいです。はい、生々しいです。僕の場合、まあ、そうなんですけど。今回のボートレースで旅行のレースは激アツなんですよ。激アツ。本日はボートレースレディース VS ルーキーズバトルの第2弾。うわトップクラスを含めた女子軍団に登録6年未満のルーキー軍団が挑むという、なんとも激アツなシリーズになっております。すごい、熱い戦いだ。男女戦ですね。めちゃめちゃ熱い、うん、ちなみに第1回大会もありまして、はい、そちらはですね、前回は赤組が30、うんうん、白組が31となり、男子チームの勝利となります。あー、見てください、赤組。決戦でした。決戦ですね。私、赤組だから、うん、なんかせっかくだから、うん、やっぱ赤を応援したいんで、うんうんうん、なんか赤に勝ってもらいたいですね。とりあえずですね、見ないことには始まらないと思うんですよ。そうなんです、はい、見たいです。なので最初の1レース目は、はたちゃんや今回この番組を見てボートレースに触れ合う人に向けて、はい、レースの流れを説明しようかなと思ってるんで。あー、はい、いい番組ですね。目の前でボートを見ましょう。やーい、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 ね、行こう。雪降りそう、行こう、ボートになろう、はい、行こう。ということで早速水面にやってまいりました。寒いですよ。雪降ってる、めちゃめちゃ雪降ってるから ね雪って雪積もってる。大丈夫、そうそう、積もってください。これ、はい、これからレースが始まるんだけど、うん、その前にスタートベンチっていうのがあるんだけど、はい、これはその次のこうレースに出場する選手が、うん、本番を想定したスタートレースを見せてくれるのね。おお、でその時に最後展示タイムとして発表されるんだけど、うん、でも、うん、サイド側はちょっと他の場とは違
ですよね、はい。え、何が違うの？全国24条のうち、唯一の川でやるボートレース場なんですよ。そう、あ、ここ川がここだけなんだ。そうで、今日みたいに天候が悪い日は波が高くなりやすいんですよね。本気の川だからね、ここだけなの。本当に川なんですよ、ここは。すごい、寒いね。寒いの。そうなんですよ、寒いですよ。本当に。ちなみにその展示タイムっていうのはどこでわかるの？展示タイムはあそこのモニターだったり、あれ場内の放送だったりでわかるの、はい。それとあとは最近ではスマートフォンやパソコンからネットで見ることができる。見れるの、なるほど。江戸川は本当波高車かっていうのがすごく大事で、江戸川乗り慣れてる選手は絶対チェックした方がいいよ。本当大事ですね。でも本当私全く初心者だから何もわからないから、うん、ちょっといろいろ教えてほしいです。はい、okay、任せてください。第一レースの注目選手は、はい、山下龍心選手に僕は注目しています。山下選手、さすがに前回準V だったので、うん、それはやっぱりここはすごい上手なんで、はい、やっぱいいとこには最低来るかなと。なるほどと思っております。じゃあそれを参考にして、はい、ね、買えばいいと思います。いいですよね。セルタイム出たよ。あ、出ましたね。一番速いのは2号艇の中田選手かな、郷さん。あと体重とか、あとチルトはね、絶対注目した方がいいよ。チルトは大事ですね。中田選手、明らかにいいっすね。うん、やっぱチルト、チルトって何、チルトってなんて言えばいいんだろうね。チルトは水面に接するそう、あの角度があるんですよ。あ、上げてると、うん、あの安定はしないんだけど、うん、こうかかるからもう やる気あるなっていう感じはするよね。そこみたいわかるんだ。そういうのをね、あたちゃんは今後ね、はい、番組を通じて、はい、お勉強していこうと。はい、いろいろ勉強します。はい、あ、でもね、ここで予想しろと言っても困るじゃないですか。はい、せーの、じゃじゃん。え、なにこれ、予想各種の予想紙を、うん、予想を、はい、まとめたフリップになります。あ、もうこの読み方でさえ分かんないです。トップが3か2、はい、でこの逆パターンもあって、はい、2か3、あ、どっちでもいいってことですか。どっちでもいいです、これは。1着2着が、はい、で3着目が4号のどちらかといった感じ。おやっぱり2番の選手が、そうですね、人気かなっていう、だ2番人気って感じですね。本当だ。でまあさすがにそのさっき僕が言った山下選手もどっかには絡んでくるんじゃないかといった感じで1、はい、はい、でまだ練習レースなんで、はい、まあ、対決じゃないんで、はい、まあ、2人予想一緒でもいい、一緒に考えて変えます。そっちの最初だけ喜んだ方がいい。そうだね、一応。で私でも2番が三好、うんうん、でも波校舎なのは山下選手ですね。山下君、はい、2と1のどっちか。2-1、どっちだろう。あ、でもスター人とか見たかったね。2-4、2人とも寒くて思考が回らないので、あったかいとこで買って、買ったやつを見せましょうか。そうしましょう、そうしましょう、はい、かわいそうになってきちゃった。ということで、ドタバタでしたけど、はい、買いました？買いましたよ、なんとか。何を買ったかだけじゃあ。一頭の2-3-4が良かったんで、2冊新雑誌と、あとちょっとおじさんたちのね、予想も参考にして、2-3-3-2流しを買いました。ガチで買いすぎ、ちょっと引いちゃうわ。それでもガチ買いですよ。ガチすぎるよ。当てに行きます。はい、あたちゃんは？はい、私も初めてだから、2-1で全全、あ、全通りね。2か1が頭になったらいいと。そう、いくらで400円。かわいい。だってこれ俺のマネーだもん。ケンタマネーで、ケンタマネーで当たったら半分こしよう。うん、当たったら半分こ。で早速締め切ったんで、もう始まるんで、じゃあ2人とも何、これ2があったくれば当たる。あ、2-1買ってないかも。買ってない。仲良く買えって言ったじゃん。無理無視してる。何やってんの。ちゃんがガチすぎるだろ。いや、ちょっと松尾ちゃんに頑張ってほしいなと思って。で、これ目の前通るから、はたちゃん、うん、
投げキスしよう。いやすごい。もう楽しい。グロイッチとかはみ出てもダメだから。100円からでも買えるのがいいんですよね。ねえ、安いから買いやすい。買うだけで応援がね。うん。できる。あ、始まりましたよ。頑張れ。頑張れ。家賃払ってるからお金ないよ、ね、400円だから。ここでね、予想するのもいいんですけど、寒いじゃん。寒い。脳が回らないじゃん、うん、なのでちょっと上に特設ステージを用意したんで。やっぱりね、市場が入っちゃうと当たんないな。市場が入っちゃうと。あとね、でここからは5万円をね扱った勝負が始まるん で早速上の方に行きたいと思います。行きましょう。頑張ろう。それではね、寒いところからちょっと屋内に写して、はい、周り見てください。たくさんの人が。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。なんですけど、はい、F 持ちが3人もいるんですね。そうですよね。 F? 何 F って。F は、そうですよね。何ですか。スタートのフライングの F なんだけど、出遅れても L っていうロー、出遅れがついちゃう。そう、スタート、まあ、大事なんですよね。健太さん、フライングするとまず30日お休みしなきゃいけない。そう、やばいね。それ1回すると60日正常停止合わせて90日。3回するとね、もうちょっと180日お休みするんで、もうできない、ほとんどできないじゃん。そうなんです。半年休業ですよ。 F 持ってる人が3人いるんですよね。3人もいるの。1号艇の倉持リリちゃんと136回フライングです。そうです。ピンサロがフライングってことですね。ピンサロがフライングです、はい、ちょっと使える話をしてください。使える話をしてくださ い, いもうこの人たちはもうフライングを切れないから、うん、ちょっとそこも頭に入れといた方がいいかも。そうです、ね、なるほど、うんうん、マッスルの中で注目選手はいらっしゃいます。はい、いますね。誰ですか。僕の第2レースの注目選手は江戸川のフレッシュルキー倉持リリ選手。おお、うん、リリちゃん可愛いよね。可愛いんですよ。可愛いです。ほんと可愛いんです。可愛いね、うん、笑顔が素敵。ただ F 持ちなんですよね。そうなんですよね。谷川リエさん、リエさんですね。4号艇、うん、2回優勝してるんですよね。2回選手は、はい、得意得意なんだけど。しかも江戸川のさんでしょ。チルプは全みんな、あ、6だけ 0.5 度に跳ねてます、はい、マッスルのお告げ聞きたい。聞きたいです、うん、いいでしょう。一応では、いきますよ。はい、じゃじゃん。
確認投資の予想です。はあはあはあ。基本的には1頭押しが多いと、うん、でも B のところだけやっぱ谷川選手がね気になる、ね、ここやっぱこの4114、まあ、もう残り5分前なんでそれを踏まえてとりあえず予想して、はい、お願いします。じゃあ私はこれです。じゃじゃん。1、2、3、全。すごい買い方っすね。あ、一番下のそう、それの予想を見てで最後は全頭手で流したといった感じですかね、はい、あ、たちゃんと似てる。お、うん、2、3頭、1、2、3、全。え、いや、ほんと後悔してるのが1頭がないだけってことだよね、多分ね。あ、そう、谷川選手をなんで入れなかったんだろう。谷川選手マジで上手いからね。でしょ、谷川選手はあった方がいいかもしれない。すごいミスった、でもこれはもうかけるしかない。はい、なんで買えなかったんだろうな、この谷川さん。すごいいいのに。谷川さんマジで上手いかもしれない。ベテランで。そういうのちゃんと引いてやればよかった。兄さん行ってくれ。スタートまでは10秒切りました。第2レース予選競争です。進入台形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。5がいい。スタートしていきました。よし、あ、でもマクラリロ、マクタマクタ。レースは一周1マークへと向かいます。リリーちゃん来ましたね。来た。あー、最終回だ。どっち、あ、3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 、
もう情報はちょっと買わなきゃちょっと買っちゃうよね見ますかマッスルが徹夜でまとめた、はい、あちょっと一応じゃあマッスルじゃあ、はい、チェックの方してますか、まあどうですね6が入ってないけど、ね、どうしよう隠しの予想ではそうなってます本当だどうすよオッズは高いんですかなり使う、みんな買ってないんじゃないですかあ6頭は相当つきますいやそんなにですよそこまでつかないですか612で58倍、うん、でもそれ以外はフルマン中ですフルマン中ですよ武郎選手がうまいんですよ、江戸川めちゃくちゃ4コースから強くて、うん、直近だと2113221なんで5の松井選手も江戸川うまい松井選手も全員うまいみんなうまいんだ今泉選手もうまいどうしよ う, う, しようわかんないマッスルどうしたらいいマッスルはですね4251だもしボックスって買い方もあって例えばさこの3つどれが来るかわからないってなったら、うん、その数字を全部3つ選ぶとどれが順番が良くても1、2、3着に入れば当たるっていうボックスって技もあるんで例えばじゃあボックスにする4と6切りたくないですよねうんあと1人入れて、うん、4と6と1はたちゃんの3レースの予想ははいじゃん146ボックスです6頭だとロマンありますかねそれ6頭相当強いですねこれはだって握手してくれたから握手してきてくれたからでもそういうのあながち間違いじゃないです僕可愛い子ボックスとか買いますもん買うでしょ可愛い子全然江戸川で言ったら僕はちょっとアピールしていいですか、うん、トガシ全然トガシ全然可愛い可愛い可愛いいいですかね虹色ボックスと武郎選手頭の4126流しですワンチャンそれダブルヒットがあるんだよね4頭そうそうそう4、2そうですダブルできたら美味しいうん5がちょっと怖いけどねうんこれでいきますえそしたらもうなんか毎回レースに見に来てたらねこっちも覚えられるかもしれないそうその格好で毎回これで頑張れ誰だっけ？マッスル？一は？新海選手。あ、新海選手。新海選手もなんか今回全権上位良くなかったっけ？良かったよ。ね。よし、スタートした。頑張れ。3がいい。あ、4。頑張れ頑張れ。3いいな。今井先生ちょっとへこんだ？あ、でも4。あ、でも。あ、まくり刺す。佐藤選手、佐藤。5来ちゃった2 5 1 5頭あるよ5来ちゃった松井選手お二人5はないいけあよし2人今泉くんいけ大丈夫大丈夫いつとやんばらく伸びてる2 5 1 2 5 1 2 5なんてないよかっこいいでもいやまあかっこいいよこれ今泉全然だったんじゃない確かに今泉が今泉さん勝ったマネージャーの今泉さんを信じてれば2連単5460円全然わかんないよ聞きましたね読めないですねもうゆかりのある人だけ買うとかそっかじゃあもう押しを決めて買おう押しを決めそうだね押しを決めて買おう3選手まだ確か出るんでもうずっと押すということではいマネージャーさんと今泉さんしか当たらないやばいやばい押しで買ったら当たった今泉さんが今泉を買った当たったとすごいですね、はい、第4レースの方じゃ、はい、このレースもむずいよ。難しいですね。むずい。三号艇の原田選手が一番、うん、江戸川得意とされてんのかな？マッスル。マッスルの注目選手いいですか？はい。昨年の10月に住之江で1年8ヶ月ぶりに産休から復帰した江戸川で過去3節走って全て優勝してる最強の B2 レーサーこと大谷香織選手。
僕の衣装になっております。よく読めましたしか言えない。読んでない。前日まとめたんですか。前日まとめたんですよ。でも B2 の最強と言われてる平高選手もいるね。そうですね。この人あれですよ、さっき言ったフライングしすぎちゃって、B2、そう F3 切っちゃってお休みだったんですよ。であって、 B2 って一番下じゃん、うま、ん、くないのかなとか思うじゃないですか。うまいんだ。めちゃめちゃうまい。うまい。うわ、柳沢選手のモーター、はい、前節優勝モーターだ。え、マジ。あ、本当だ、西村さんが乗ってたやつだ。モーターでもすごく大事、まあ、モーターっていっぱい、そう、良し悪しがある、うん、だからやっぱ優勝したモーターの方がエンジンが出やすい、加速力とかあってする。へえ、伸びがいい。伸びがいい、はい、うん、あれいいんですか、予想は見なくて。予想見ます、見ます、ね、見たいですか。見たいです、見たいです。見たいですか。見たい。わかりました。何のためだよ。じゃじゃん。お、1号基本的にはやっぱ一号手押し。そうですね。一四。一で、まあ、あとは二差し、差し五。うん。一番出てるな、やっぱ五だね。展示では五号手が優秀と。いや、その差し五いいと思う。僕も買うのであれば、一差し五差し五はおすすめです。え、じゃあそれともう一個自分で考えて書こう。はい、ちょっと分かりづらいんですけど、1差し5差し5、2差し5差し5と、なんかやっぱりお告げを聞いちゃって、3めちゃくちゃ良かったんで315前です。はい、私これ。1差し5差し5来そう。これはそう、ね、そう見た。1、2、4前、まあ、折り返し回りで2、4、1前、うん、で1、2、4前、めっちゃ買ったね。めっちゃ買った。さあ始まりますよ。頑張って。でもいっぱいかけたから。どうこれで始めたら最悪なんだけど。誰が来てもおかしくない。3がいいね。原田選手いいね。どう来る。5、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 5
めっちゃ熱いよ、めっちゃ熱いよ。これ盛り上がってんじゃない？動画盛り上がってんじゃない？ダメダメダメ。やっぱ大谷だ。大谷さん、やっぱ強いね。めちゃめちゃ本戦だ。1-3-5。これが来ちゃう。ここだ。頑張れ。ちゃん全然ダメだね。当たってんのに安いからってがっかりすんのやめてください。だってかけすぎちゃった。大本命です。7倍ぐらい。全然つかないですよね、これ多分。830円。美味しい美味しい。例えば3000円、6000マイナス。いやー、高すぎちゃった。ゆうちゃんはどんぐらい買ったんだっけ。300円。だったけど、だったけど、ちょっとちょっともうこの買い方はやめます。一番人気のこの買い方やめよう。お二人とも当たったけど惜しくも。はい。ガミで。一番人気。はい、ね。どうでしたこの今矢継ぎ早に4レースやってみて。いやー難しい。なんかだんだんなんか難しくて分かんなくなってきます。考えすぎちゃう。そう、考えすぎちゃって。最初だって直感で買ったじゃん。そう。それがいいんだよ。そうだね。そうです。あ、それそうだよ、やっぱり持ってるんだよ。マッスル悪いんだよ多分。マッスルのせい。エリート社員です。失笑失笑だけど。失笑でちょっとまあでも、はい、まあ、この後ちょっと1回です、ね、はい、私たちは。
現地に来ていただいているお客様を盛り上げるために日課営業部の定例会議と称してステージイベントを行うんです。で皆さんイベントのブースでお待ちしてますよ。来てくれますか。おーやったされたい。抜き差しされたい。おー！やったー！よかったよかった。